ブドバイス・リンツ・グムンデン・馬車鉄道の路線ブドバイス・リンツ・グムンデン・馬車鉄道は1827年に開業したオーストリア最初の鉄道である。主にザルツカン・マグートからボヘミアへ塩を輸送した。最盛期はブドバイス・リンツ・グムンデンで馬車を運行していた。その後ブドバイス・リンツ線、リンツ・グムンデン線のいずれも普通鉄道に転換されていて、 おおむね現在のチェコ国鉄チェスケーブジェヨビツェズンメラウ線、オーストリア国鉄ズンメラウ線、西部鉄道ランバッハグムンデン地方線にあたる。機関は1106ミ、mm、リメートルであった。1825年に第一鉄道会社の設立が許可された。1832年の開業式典で、バ車シャ鉄道に乗車するオーストリア皇帝と皇后復元された。 馬車鉄道の軌道1827年に、ブドバイスザートルズドーフ間 50km が開業し、1832年にブドバイス,バイスリンツ間 127.8km が全通した。この時のリンツ川終点は、ドナウ川北岸のウルファールにあり、ザンクト・マグダレーナで行われた開業式典には、オーストリア皇帝フランツ一世と皇后が臨席した。 馬車鉄道の貨物列車と通常の入馬車の比較旅客列車1849年9月18日付のブドバイスからリンツまでの一等切符復元された馬車鉄道当初ブドバイスリンツ線では貨物列車のみが運行されていたがやがて旅客輸送も行われるようになり1836年からは長距離列車の運行が行われた 長距離列車は両州単駅から午前5時に出発し、昼食時にカーシュガウムで合流して、レストランで食事をし、午後7時に戻るというものであった。この他に、リンツからレストまでの旅客列車も運転された。旅客列車は4月から10月まで運行された。リンツグムンデン線の開業に先立って、1835年に、現在のニーベルンゲン橋付近にドナウ川を渡る、 目標が設けられ、ドナウ川南岸に、リンツのターミナルが設けられた。1836年に、リンツグムンデンの路線が開通した。ただし、最終的に終点となった、ラトハウスプラッツまでの開通は1842年で、ある。リンツグムンデン線1854年に、リンツグムンデン線で、蒸気機関車の試運転が行われた。その結果、1855年に、 リンツ・ランバッハ艦、1856年に、ランバッハグムンデン艦に蒸気機関車が導入された。この際旅客用として10両、貨物用として4両のいずれも 1106mm 機関の機関車が製作された。第一鉄道会社の解散後に、西武鉄道を開業する工房、エリーザベト鉄道会社が第一鉄道会社を買収し、 第一鉄道会社は1857年に解散した。その際の買収価格は初期投資額の80%増しであった。ブドバイス・リンツ線ブドバイス・リンツ線は、皇后エリーザベト鉄道による買収後も馬車による運行が続けられた。この頃ブドバイス・リンツ線により、南側の皇太シルドルフ鉄道と北側の皇帝、フランツ・ヨゼフ鉄道を連絡し、 トリエステからプラハまでの路線とすることが計画されたが、急曲線や急勾配があるため馬車鉄道の路線のままでは蒸気機関車を導入することができなかった。そこで、標準機の新線を建設することになった。その際、カーシュバウム峠の南側については、皇太子ルドルフ鉄道との連絡のために、ザンクト・ファレンティンに向かう路線と途中のガイスバッハ、 バルトベルクで分かれて、馬車鉄道と同様にリンツへ向かう路線の両方を建設することになり、ドナウ川に2本の鉄橋が架けられた。1871年に、ブドヴァイスとザンクト・ファレンティンを結ぶ標準機の新線が開業し、1872年を最後に馬車の運行は取りやめられた。ガイスバッハ・バルトベルクとリンツを結ぶ新線は1873年に開通した。 なお、その後、ザンクとファレンティンに向かう路線のガイスバッハバルトベルク、マウトハウゼン間が廃止されたため、現在はリンツに向かう路線が使われている。リンツ南駅、ランバッハステイデル・パウーラ駅、グムンデン・イングルホフ駅。ありがとうございます。